宝塚歌劇団はひっそりと窮地に追いやられております。端的に言えば劇団の俳優さんかなんかがいじめに苛まれて自殺したという経緯があるようです。か、界隈にはジャニーズのように歌劇の反層があり、尻滅裂な正義が展開され地獄となっているわけです。触るな危険のデンジャーゾーンです。私のような部外者はとやかく異世界ではなく全くもってアンタッチャブルな領域でございます。テケテン、私なんかはライブドアショックの時に野口やなんやらの記事をブログにせっせことまとめてたら、警察やライブドア社からのアクセスが急増して怖か弱いを感じてドン引きした思い出があります。当時はキッコのブログみたいな斜めのジャーナリズムが口流行しており、あまたの正義マンがこの世から姿を消したような気がします。世の中なんかは何も考えずに生きていた方が幸せだったりするわけです。アニメ見てホロライブの YouTube 見て飯食って寝るくらいで満足するべきです。だから私は何事にも無関心なのです。テケテン、しかし悲しいかな、私は投資家であります。投資家は世間様のうんこのようなゴシップも拾わなければまんまが食えない残念な生き物なわけです。宝塚歌劇団については阪急阪神のエンタメ事業でしょうか。阪急阪神は上場しており、私は株主でございます。阪急阪神を応援しとる立場なわけですけど、折檻はいただけません。阪急阪神の出し方が世間様から注目されています。テケテン、まず株価について見ていきましょうか。鳥頭の投資家の頭の中は宝塚よりも阪神優勝なわけです。ご祝儀相場で株価は上がっております。笑い、この冷血なほどに淡々とした引きこもごもよ、これぞ株って感じで、愛しさと切なさと心強さを感じずにはいられません。テケテン、阪急阪神と宝塚歌劇団の関係については今後どうなるのかは全く分かりませんが、阪急阪神はなくなることはないでしょうから、落ちたら買っていけばええんでないでしょうか。テケテン、さて今年はについての動画が多くなっています。誕生よりも画面につくのは時代なんでしょうか。それとも私は老いぼれたので週末しか見ていないからなんだろうか。肉体的な弱肉強食な時代ではなく、精神的な弱者がフルスイングで淘汰されていく時代です。弱者はセーフティーゾーンを確保することが現世の処世術となっております。私なんかはストレスと戦わない生き方をしているので、自分から死のうとかそういう基準では生きておりません。おそらく死んだ人はパワハラかなんかで心が折れちゃったんだと思いますが、そんな環境で手なりに頑張ることはこの世の中では文字通り自殺行為なわけです。世間体やプライドとかいろいろあるんでしょうが、そんなに死に急がなくてものんびり暮らして美味しいもの食べてた方が人生は楽しいような気がするんですが、環境に洗脳されちゃったら思考能力は無になるんですよね。私も学生の頃に親に殺されそうになったり、学校でも殺されそうになったり、会社でも殺されそうになったり、散々な目に遭ってきたので、今でこそそんな危険な環境には身を置かないようにできていますが、下手に順調に育ってしまったら挫折を認めたくない自分が自分の首を絞めるわけで、もうそういうのはどうしようもないわけです。ヒエラルキーとか存在意義とかミジンコのうんこよりもちっぽけなもんです。価値観の差でしょうか。私なんかは生きてなんぼだと思っているので、こういう悲しいニュースを見るとしょんぼりするわけです。テケテン、宝塚なんかは事実無根と言っておるようですが、電通の飛び降り女の弁護士が出てきてパワハラの利益の存在を示唆しています。阪神優勝のみのに隠れて各々の戦いは続いていくわけです。嘘って人間のうんこスキルなわけですが、私なんかは嘘がつけない人間なのでどうにも良い印象がないですね。一般的には嘘はクレバーに捉えられて肯定されたりもするわけです。強者が洗脳した歪んだ常識なんでしょうか。性善説の中純粋にのびのびと生きてみたいものです。テンテケテン、最後までご視聴いただきありがとうございました。日々の雑談や独り言などつらつら公開したりしてます。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さんまた見てね。ご清聴ありがとうございました。